おい、ほら構え出してよ、またほら。なんだよ、よいしょ、よいしょ、どうすよいしょ、痛い、詰めろくれ。視聴者さんからもらいました。おお、はあ、あるものね。はあ、じゃじゃん、罰ゲームトランプ。ええって、持って帰ってください。持って帰ってください。これはおもろい。ぜひサブチャンで使いましょう。家族とでやりましょう。やる気満々でやりましょう。なんじゃもう、罰ゲームやるぞ。これリーダーだからやんなくてもいいか。やりますよ。リーダー権限使わない。リーダー権限すごい。いや待って、俺も芸歴長いから。いや、ねえ、やるんだよ。俺この中で実績長いから。いや、違う、ない、俺この中で一番喧嘩強い。ガキ男子の発言するの。これお前なんで今日かぶってんだよ。持ってきたのはハード編。ハードです。ハードなんてあるんだよ。あるんだよ。普通の罰ゲームトランプよりももっとえぐめの。やばー、もうやりたくな。好き、そういうの。好きでしょ。二人でやっとけよ。俺がタワーの今日は来いよ。やだもう。どういうルール。引いた順番ってこと。違います。サイコロが2個ある。やった。あ、サイコロ5。サイコロの超テンション食ってる。だからサイコロ振った人から何番か番号でこう。やった。あ、なるほどね。はい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 。で、その人が引くと。デイキどうぞ。サイコロボン。じゃあ僕からいきます。はいはいはい。6!6!2!3!4!5!6! イエーイ。いきまーす。はい、で、同性同士でキス。あ、えーえ全員とだよね、これ全員とでしょ。お前、浮かれてるよ。どうした。ビビったエクストリーム。ハードの上なのよ。決めてきて、なんか決めてきて、全然やばくない。何決めてきて、全然そうじゃない、地味に被害者だね。確かに関係さらっと選ばれる。全然さすがだよ。なるほどね。好きならまだ共演とかも地獄。なんでだよ、キスしろって。やばつば、やっぱもこいつの口がやばいか、一番めっちゃ乾燥してる。モザイク、モザイク、モザイク。はい、次行きます。3、1、2、3、よー。いいな。面白くなかったらもう一枚やな。なの。これお題と合ってないってことだから。夜間はあかん。夜間はあかん。夜間はあかん。はい、はい、もう一枚。なるほど。サイコロを一個振り、で出た目の数の罰ゲーム。三。三。なんだ。かまえの夕食の話。そつまんねえ。しょうもな。つまんねえ。じゃあつまんなかったらもう一回やる。エンドエンドで2枚してあげて。夕食の話。3日前家族の誕生日でご飯を送ってました。おお、地元のちょっと高めのところのレストラン。かっこいい。かっこいいじゃん。5 1 2 3 4。よっしゃー。じゃー。苦手な人はい、リモン。俺リモン。ガチとか言うな。でもこの顔でやる。ちょっと涙。ええじゃねえ。苦手だわ。こういうとこか。まあまあこういうとこ。皆さん仲いいですから。大丈夫です。大丈夫です。じゃあやってます。米印。そろそろ違うの来た。1、2、3、4、5、6。やだ。ロボットってあんな滑らかに動く。いや、もっと本気のロボットよ。いや、もっとロボット出せ。全然人間だよ。でも俺笑いました。はい、僕も笑ったんで大丈夫です。ゴンシー結構地獄やぞ、これ。いや、結構地獄よ。初期だから良かったから。俺だって泣いてたよ。できねえもん、泣いてたよ。俺は狙っていかない。すぐ笑いが起きそう。8。1、2、3、4、5、6、7、8。二隣の人とキス。おお。しゃー。何回目俺。たつきならいい。全罰ね。俺は何回かしてるから。読んだ時しとるやん。はい、いいよ。うわー。まだ正直。まだ正直。柔らか。
これ酒だったら俺の回だな。めっちゃ当たってるのびっくりするから全て持ってって全くないよ。まだ3人ないよ。もう出てきますよ。全然ない。先生言うな。一番やりたそうだ。はい、1,2,3,4,5,6,7。はい、勝利。扉がある、あるんですけど、うん、おかんの部屋だったの。夜中、パッとなんか目が覚めたの、うん、そしたら、ドアが開いてたの、寝室の、うん、奥側が窓だから、目の前公園で街灯で照らされてるからちょっと明るいのよ。隣の部屋のドアのとこから、ヒュッてこう出てきた、なんかこうやってこう、ヒュッて、こっち側が暗いから、相手が見えない、俺が来て起きてるかどうかは、うん、あっちは、外は明るいから、俺は何がそこに出てるか見えるわけ、何って言ったら、ずっとこうやってずっとこの状態、え、怖っと思って、で、怖いと思って目つぶってフッてやったらもういなくなってたの。そしたら、数秒後に隣の部屋からチョリーンチョリーンって小銭の音が聞こえるの。そのまま寝たの。それ、寝たら朝だったのね、うん、それで、普通におかんに昨日隣の部屋からさ
小銭落としたんだよねみたいな。そしたらおかんが、私昨日隣の部屋から小銭なくなってんだけどって言われた。え、やばいじゃん。だからブーブーズ。え、うわっ、小銭のという声なんですか。霊的なやつじゃない。じゃあ起きてるか確認しますよ。うわ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 、ちょっと待って、めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖い。怖さと同性とキスしたことによってゲロ吐きそう。ゲロ吐きそうなんだ。